皆さんこんにちは。本の旅の案内人久米沙織です。皆さんはカール・バルトという神学者をご存知でしょうか。カール・バルトねっていうふうに思われた方もいらっしゃれば、ちょっと初めて聞いたわという方もねおられるかもしれません。実は私はですね、進学校の時にカール・バルト先生についての講義の時間もあったんですけども、やっぱり難しくてよく分かんないうちに授業が終わってしまったという、そんな経験があります。実はカール・バルト先生は20世紀のキリスト教神学に本当に大きな影響を与えた、もう世界的な神学者の方でいらっしゃるんですけども、なんとですね、昨年の12月没後50年なんだそうです。その50年を亡くなって50年を記念して福島陽先生がこんな素敵なご本を書いてくださいました。これはまさしくカール・バルトが苦手だった私のためのプレゼントじゃないかななんて思っているので、すごくこのご本を開けるの楽しみにしています。はい、今日はカール・バルト未来学としての神学、福島陽先生と一緒に本の旅に出かけたいと思います。はい、今日は青山学院大学、また東京神学大学日本聖書神学校の、兼任校長をされていらっしゃいます、福島陽先生にお越しいただきましたので、早速お話を伺っていきたいと思います。どうも先生、はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。久米です、よろしくお願いいたします。1968年生まれ、1992年に東京大学文学部倫理学科を卒業し、1997年に東京大学大学院博士課程修了。テュービンゲン大学福音主義神学部を経て、2008年ハイデルベルク大学神学部にて神学博士号を取得された福島陽先生。現在、青山学院大学、東京神学大学、日本聖書神学校にて講師としてご活躍されています。今日の本の旅、カール・バルト未来学としての神学は、20世紀最大の神学者カール・バルトの生涯と思想を振り返り、聖書の福音が現代の私たちに語る真の希望をひも解く一冊です。早速なんですけども、はい、この今回のカール・バルト未来学としての神学というこのご本ですけど、とても素敵な表紙で、はい、もしかしたらなんか美術書とかというぐらいすごくこう、はい、おしゃれな、はい、ね、表紙のご本ですけども、ね、はい、カラーもすごく綺麗な、はい、今回このご本を出版されるまず経緯から、教えてください。そして内容もちらっと教えていただければ嬉しいです。そうですね、内容はキリスト教神学への手引きだと思っていただいているんです、はい、で特にバルトという神学者を手がかりとして、キリスト教神学ってなんだろうって手引きの本だというふうにお考えいただければと思います。でこの本の経緯ですね、私は、洗礼を受けたの20数年前なんですけども、その頃から、バルトってずっと読んでるんですね、はい、私にとっての その読書の世界での信仰のメンターみたいな存在です。メンターの一人といいますか、でバルト以外のことにもいろいろ興味があって、手を出して研究したり発表したりはしてるんですけれども、キリスト教の世界の中ではバルト研究者に分類されることが多くて、で去年ちょうどそのカール・バルトの没後50年ということで、日本キリスト教団出版局から、バルトについての新しい入門書を書いてくださいませんかというふうに依頼をいただきまして、で特に学生向けの本を書いてくださいというふうに依頼いただいたんですね、でそれももちろんなんですけれども、私としては学生ももちろん、知的好奇心のある、キリスト教に対して知的好奇心があるキリスト教のことをよく知りたいというような社会人とかそういう人にも向けて書きたいなと思って、学生、および大人っていうんですかね、それ以上の大人っていうんですかね、に向けて書いたのがこの一冊です。なるほど、クリスチャンじゃない方で、でも、聖書ももちろん読んでおられると思うんですけども、でもそのキリスト教の神学について、またキリスト教の世界について知りたいっていう方が結構おられるっていうことなんですね、私はそう思います。日本でキリスト教の人口って 1% 以下ですけれども、キリスト教に興味を持ってる人々って、具体的な数字は分かりませんけど何百万人とか、ひょっとすると
人口の10人に1人とか、それぐらいの人は何らかの形でキリスト教に興味があるんじゃないかと思うんですね。ですから教会に入って洗礼を受けたくないけれども、そこまで踏み込むのは怖いけれども、知りたいっていうあの人は結構大勢いるという、私はそういうあの印象があります。なるほど、はい、あの 1% 国民の方々の 1% いるかいないかって言われているのが、あのクリスチャンの方々の人口 なんだそうですけども、はい、でも10人に1人だと急に、はいね、はい、あの、はい、増えてきて 10% ぐらいに上がっちゃうってことは、はい、潜在的に、あのキリスト教を知りたい方々が何かのきっかけで、あ、じゃあちょっと教会行ってみようかなとか、まあ、いろいろな導きで、まあ、洗礼まで行かれるかどうか別として、とてもこう教会までは行ってみようかなとか、聖書もうちょっと読み進めてみようかなっていう方は結構じゃたくさんいらっしゃると言ったらいいのか、はい、予備軍さんがいっぱいいらっしゃるというふうに考えているんですね、はいはいはい、マーケット的にやっぱりそうだと思います、うん、あの例えばあの不思議なキリスト教っていう本がすごく新書 で、 そうですね、あれ何十万部とか確か売れたと思いますし、はいはい、うん、それから NHK の聖書講座みたい なんかそういうテキストブックですか、はい、そういうものも相当売れてるというふうに聞きますし、 あとコンビニなんかでもあの宗教早分かりみたい なんかそのちょっとしたハンドブックみたいなのが売られていたり、うんうん、はい、知りたいという好奇心は日本人にすごくあるんじゃないかなと思うんですね。うん、でもとってもいいことですよね、はい、もう知りたくもなんともないから無関心でいていいっていうんじゃなくて、関心を持ってね、はい、くださる方がいっぱいいらっしゃるというのはね、はい、ああそうですか、はい、そういう方々に向けても、はい、あの書かれてある本だということなんですけども、はい、ね、まずあの20世紀最大の神学者と言われている、はい、あのカール・バルト先生なんですけども、はい、視聴者の皆様の中には、はい、いや、あのカール・バルトさんと言われても、はい、どこのどなた様だかも、はい、全く存じ上げないという方もたくさんいらっしゃると思うんです。クリスチャンになられたばかりの方もいらっしゃれば、最近あの聖書1ページ1ページめくり始めたという方々には、ちょっとまだ神学の詩の字のところまでも行かれてない方々もおられるので、はいはい、ちょっとあのカール・バルト先生についてどんな生涯を送られて、はいはい、どんなお人柄の先生だったのかというのを教えてください。はい、あのカール・バルトがですねすごく読まれていた時代というのはついこの前まであって、はい、あの私のそうですね親世代ぐらいでのクリスチャンの人たちというのはすごくバルトをよく読んでた人たちというのはいるんですね、はい、で今ちょっと時代が変わってバルトを忘れ去られているってそういう状況なんですけれども、うん、はい、ですね、まあ、カール・バルトはスイス人です、はい、スイスで生まれ育ってスイスで牧師をした人なんですね、うん、でスイスってドイツ語圏なので、まあ、ドイツと地続きのようなもので、はい、スイスで牧師をした後にドイツで、大学教授になって神学教授となって、牧師や、教会関係者たちを育てて大活躍した、うん、もう非常に影響力があった、はい、まあ、20世紀の、まあ、巨大な人物の一人です、うん、はい、あのドイツっていうと、はい、ナチスとの関係とか、あの国学協会のこととか、あのそのあたりもすごく気になるところなんですけど、はい、バルト先生はどういうお立場を取っておられた先生だったんですか。はいはい、あのヒトラーに対して正面から戦った数少ないヨーロッパの知識人の一人ですね、はい、まあ、多くの知識人とか学者とか思想家とか教会の人々はヒトラーに対して何らかの形で妥協したりとか巻き込まれたりとかしたんですけれども、はい、うん、バルトは正面から戦った、はい、あの数少ない人だと思います、はい、まあ、例えばヒトラーに自分の本を送りつけてるんですね、はい、多分ヒトラーの手元まで届かなかったと思いますけれども、うん、はい、これを読めって、これがキリスト教の立場であるとお前分かってるのかってヒトラーに完全と送りつけたりしてるんですね、はいはい、でまあ、キリスト教に基づいてあのキリスト教会はナチスドイツの支配には従わないということをガンと打ち出して、はい、バルメン神学宣言という有名な神学の宣言があるんですけども、はい、教会の寄って立つべきところはこういうことであるというふうにして、うん、ナチスドイツに対してヒトラーに対して完全に一線を隠した人なんですね、はい、でまあ、そのために教授職を剥奪されて、うん、ナチスドイツによって国外追放されるんですけれども、はい、そしてまあ彼はスイスに戻るんですけれども、はい、戦争の最後の頃は最後自分で武器を取ってですね、はい、スイスとドイツの国境線に立って、まあ、50代後半だか半ばぐらいだったと思うんですけれども、うん、はい、兵隊になって、まあ、ヒトラーともう本当に差し違える覚悟で国境線に立ったっていうそういう人ですね、はい、うん、でもその好戦的な人だったかというと全然そうではなくて、はい、まあ、生涯を通じて一貫してその戦争に反対し続けて、うん、
広島長崎で原爆投下のそのニュースを知って、その核戦争がいかに悪であるかということ、はい、それから 核配備や核戦争への準備というものは福音の立場から、うん、まあ、許すことができないということをもう生涯にわたって言い続けた人で、まあ、基本的にはもう、はい、まあ、徹底的な反戦である、うん、平和主義者であるというふうに言いますね、はい、なるほどね、はい、あの神学者としてのイメージがすごく強かったので、ずっと机の前に座っておられる、はい、あの物静かなペンを抱えた、はい、あの先生なのかなと思っていたら、今伺うと、はい、50を過ぎてから、はい、まあ、兵役というか、はい、そういうところに向かって行かれたっていうことで、はい、随分骨太な先生だったんですね、はい、そうですね、まあ、基本的に爆発的な情熱の持ち主といいますか、うん、もちろん執筆の情熱もものすごいんですね、はい、でもあの社会とか政治の問題に絶えずこう関わっていて、自分から突っ込んでいくっていう、うん、でそれがまた賛否両論を巻き起こしたりして大変な人なんですけれども、基本的にものすごいアクティブで情熱的な人だったというふうに言います、うん、なるほど、で若い頃はあの工場労働者の町で牧師をしてたんですけれども、はい、その労働者の側に立って労働者の権利をいかに守るかということにあのすごく努力した、その労働者の側に立って牧会をした人でもあったんですね、うんうん、それから晩年はですね、うん、例えばあの刑務所に行ってあの刑務所の囚人たちのために礼拝を行ったりとか、それをすごく彼のライフワークの一つとして行ったりとか、はい、うん、まあ、いつもその時代その時代の一番多分差別されていた人とか、うん、顧みられない人たちに福音を伝える、その人たちのために、福音を語るということを一つのライフワークにしてた人だというふうに言えますね。なるほどね、はい、いわゆる行動する神学者じゃないですけども、あのいわゆる ペンと紙だけ持ってる先生ではなくて、そして牧師先生として、はい、牧師さんとしても、はい、あの礼拝をあのされていて、そういう宣教活動というか、そういうふうにどんどん出ていかれてた先生なんですね、はいはい、うん、でその執筆も爆発的なもので、なんでバルトが20世紀最大の神学者と言われるかというと、うん、あのキリスト教史上最も巨大な本を書いてるんですね、はい、教会教義学っていう9000ページぐらいの本なんですけれども、はい、それを30数年間にわたって書いていて、うん、で彼はそれを書き終えることができなかったんです、はい、でちょうどヒットラーが政権を取った頃に書き始めて、もう生涯の一番最後の1967年ぐらいまで書き続けて、結局書き終わらなかったんですけれども、はい、それもあのそれだけ巨大な本を書いたキリスト教徒っていないので、はい、その点でも20世紀最大どころかキリスト教史上最大の著作家だったっていう、はい、ですから図書館に行ってカール・バルトの本棚を見るとものすごい分量ですので、はいはい、その最後の作品はじゃあずっと未完のまま未完で終わってしまったんですよ。訳されていたりとかはしているんです、ですね、まあ、9000ページ書いて遺稿集も入れると、つまり死後になってこんな草稿も書いてたっていうことも入れると、はい、1万ページ超えてしまうんですけれども、まあ、それを計画立てて徐々に徐々にこう言ってみれば教会を建築するようにですね立てていって、最後あのてっぺんだけあの仕上がらないままなくなってしまったっていう感じですね。なるほどね、はい、全4巻残ってるんですけど最後5巻をあの書く予定で、5階建てのビルを建てるはずだったのにあの4階まで建てて5階は仕上がらなかったっていう、そういう、はい、でもその4階だけでものすごい分量なので、あの大変なものだと思います。はい、天国に行ってもまだ神様のそばで何かこう書いてるイメージがじゃあありますね。ただ自分がやってることをものすごく一種ユーモアを持って突き放し見てて、うん、あのもう神の前に立ったらばこの自分がやってきた膨大な業績っていうのはもうゴミ箱に入れてもいいぐらいの、多分そういうあっけらかんとした感じでこう書いてた人っていう感じですね。そうなんですね、はい、あの福島先生が、そこまでにしてこうカール・バルト先生に惹かれていったというか、はい、あの研究しようと思われたきっかけはどんなことだったんでしょうか。そうですね、はい、私バルト以外のものにももちろんたくさん興味を持ってるんですけども、はい、やっぱり一番骨太で迫力がある信仰のメンターの一人という感じですね、はい、で多分、うん、あの先生としてもバルトって素晴らしい先生だったんじゃないかと思うんです、うん、はい、私ドイツに11年間行ってまして、いろんなドイツ人の神学者に会ったんですけど、はい、まあ、その人たち大抵バルトの教え子だったりとか、うん、あるいは、バルトとは違うことやろうって言ってそのアンチバルトみたいになった人たちもいるんですけども、まあ、その先生たちもすごい人なんですけど、このすごい先生たちを育てたバルトっていうのもまた大変な人だったろうなっていうふうに、あの私は生前のバルトに会うことはできませんでしたけど、その先生の先生として巨大な存在だったろうなっていうことが、うん、
想像できますね。で、まあ、日本人のお弟子さんとかも実はバルトいて、でそういう人たちにどうバルトが接していたかというのを知ると、やっぱりその先生としても、はい、まあ、メンターとしても本当にきめ細かい素晴らしい人だったっていう、はい、そういう、はい、人間としてもとっても魅力的な人だったんじゃないかなと思います。はい、多分ものすごい怖い先生だったと思いますけれども、はい、ダイナミックなところがあるのにもかかわらず、とても繊細で、はい、面倒見もいいという、はい、あ、もう100点満点な先生、はい、100点、いや、100点かどうかわからないですけども、もちろんバルトはけしからんみたいな、そういう反発をもうたくさん呼び起こしているの で、はい、でまた今日の視点から見ていろいろ古いところとか足りないところとか、うん、いろいろ突っ込まれたりしてますので、はい、まあ、100点なんてことは絶対ありませんけれども、まあ、人を動かす存在ですよ ね、 なるほどね。圧倒的な迫力を持って迫ってくるので、はい、わーってこっちも反応せざるを得ないという、そういう感じでしょうかね。実は進学校の時代にカール・バルト先生のことを習う講義と、まあ、続けてブルトマンとの講義があったんですけど、どっちもカタカナが多いなというのと、訳文で読んでるのが難しいなということで、はいはい、最初の40分間ぐらい聞いてたんですけど、はい、だんだんうとうとしてきたっていう記憶しかなくって、はいはい、バルト先生は神の言葉の神学なんだっていう講義を、まあ、聞きながら、うとうとしながら、神の言葉の神学、はい、グーみたいな感じでね、はいはい、受けていたので、はい、今日お話を伺って、あ、そんな先生、ちょっと人間的な、ちょっとチャーミングなところもいっぱいある先生なんだっていうことを、はい、なんかすごく、斬新なというか、はい、嬉しい気持ち、新鮮な気持ちで伺いました。番組をご覧の皆様の中でも、少しはカール・バルト私も読んでますという方もおられれば、まあ、全く知らないという方もおられるのでですね、ぜひここでバルトの主な、まあ、主な神学とか思想についてできるだけ初心者の方にも分かりやすく、はい、少し教えていただけますでしょうか。うん、はいはい、そうですね、バルトはやっぱり20世紀の人で、20世紀ってどういう時代だったかというと、それまでずっと続いてきたヨーロッパのキリスト教の土台がですね、すごいこう揺さぶられて、もう人々がキリスト教を信じられないとか疑わしいとかいうふうに、そういうふうになってきた時代だと思うんですね。で、実はバルト自身もそういう動揺というか権威が崩れていく真っ只中にいた人 で、はい、でそれはですね、戦争が起きた時、第一次世界大戦が起きた時に、彼の恩師だった神学の先生が全員戦争賛成の表明をしてしまったんですね。はい、全員というかかなり多くの人が当時の第一次世界大戦の政策にも賛成するって賛同の声明をしてしまって、でそれはバルトにとって大変なショックだったんですね。はい、自分が牧師になるためにその学んできた自分の先生たちがみんな戦争に賛成してしまったと。でこれは一体何なんだろうかという形で、彼にとってもキリスト教が信じられないものって、所詮人間が作ったものすごく不完全なものなんじゃないかというふうに彼の中でものすごく動揺が走って、でそこで彼は、なんて言うんでしょうね、まあ、牧師として原点に帰ってもう一度聖書に向かい合ったんですね。はい、でその中で人間が語り得ない、向こうから語りかけてくる声があるということを、何て言うんでしょうね、ものすごく鮮烈にというか、新しい形で発見したんですね。まあ、ちょうどルーターが宗教改革のその発見を起こした時とちょっと似てると思うんですけれども、まあ、人間が一生懸命探すんじゃなくて、人間がありとあらゆる努力をして探す以前に、実は向こうから響いてくる、その聖書のテキストを通じて響いてくる声があるっていうことを、バルトはすごく深い鮮烈な形で発見したんですね。でそれを神の言葉という形で表現したんですね。まあ、それがバルトの神の言葉の神学ということですね。はい、まあ、それ聖書を読んでる人にとっては当たり前のことかもしれないんですけれども、その当たり前のことを極めて深く鮮烈に発見したっていう、まあ、そういうことだと思いますね。なるほどね。はい、でも一生懸命、まあ、新学生の方たちもそうだと思うんですけども、御言葉を、聖書の言葉を一生懸命学んで、たくさん の、 テキストを前にして、まあ、新学辞典なんかもいっぱい並べて読んでいると、どれが神様の言葉なのか、どこまでが自分の、ね、努力なのか分からなくなってきてしまうことも多いんですけども、なんかそういうとこを突き抜けてというか、神様の向こうから響いてくる言葉に、
で出会ったというかその声を聞いたということなんですね、はいはいはい、そうですね。でやっぱりこの本の表紙を見ていただくと分かるんですけどやっぱりイエス・キリストがその神の声が響いてくる、はい、究極の点というんですかね、うん、そこに凝縮されているということではあるんですけれども、うんはい、でそので神の言葉というのはどういうことかということを、まあ、非常に論理立てて緻密に展開していったのがワルトの神学なんですけど、それは私の本読んでいただくとあの、はい、かなり分かりやすく書いてるつもりですので、はい、すいませんぜひ読んでいただければしっかり読んで勉強します、はいはい本のタイトルが、カール・バルト未来学としての神学っていうふうになっていまして、はいはいね、あの未来の神学っていうんじゃなくて未来学、学がちゃんとついていて、はいはいはい、未来学としての神学というふうに書かれてあるので、はい、あのここで、先生があのおっしゃりたいことがただの未来じゃなくて未来学であって、うん、それが神学になっていくということを、うんまたちょっと分かりやすく教えていただければと思います、はいはい、あの神学っていう学問を今風に極力分かりやすく言い換えたらどうなるだろうと思って未来学という言葉が思いついたんですね、はい、でもこれは神学ってあのの言い換えとしては、まあ、一つのあるあの光の当て方だというふうに考えていただければいいと思います、はい、あの過去についての学問でもありますし、うんうん、現在についても学問でもありますし、うん、ですからでも神って何だろうって考えた時何とお答えになりますか、ちょっとかっこよく言うと私のすべてですとか、はあはい、あの私の人生の導き手ですとか、はい、愛ですとか、はいはい、あの いろんな答えは、はい頭の中では出てくるんですけど、めちゃくちゃ正直なところ、神様って最後の最後までわからない方で、やっぱりつかみどころのない方なので、私にとっては究極のロマンチックな存在だと思っています、はいはい、なるほどなるほど、はいあの もちろんいろんな答え方があってバルトも神って語れないものだってもう言いたいほど分かってた人だと思うんですね、はい中世のある神学者がとっても賢いことを言っていてですね、はい、中世のカンタベリーのアンセルムスという人なんですけれども、はい、神とはそれ以上大いなるものが考えられないもの、うん、それ以上偉大なものが考えられないものっていうふうにそれは定義ではないんですけれども一つの表現の仕方なんですね、はい、でバルトもそのアンセルムスの考え方をかなり引き継いでいて、はい、神とはそれ以上大きなものが考えられないもの、うん、つまり人間が神について何か考えたとしますよね、はい、それよりももっと大きいものだということなんです。人間が何かをもう神ってこんなものだって言った瞬間にもそれをすり抜けてしまうようなもっと大きなものっていう、うん、ですから結局人間が捉えられないものなんだけれども、はい、でちょっとその未来学ということに話をあのつなげますと、はい、じゃあ、神が人間に向かって語りかけてくるものだとするならば、うん未来から語りかけてくる声っていうふうに捉えることができるんじゃないかと、はい、でそれ以上大いなる素晴らしい未来が考えられないような未来っていうふうに神を捉えることができるんじゃないかと、うん、でもこれは神の全てではなくてあくまで一つの聖書の描く神のについての一つの捉え方はすみませんけれど、はいまあ、そういうふうに考えたんですね、うんですからその神学ということを言い換えると神についての学ということは未来についての学問というふうに言い換えることができるんじゃないかな。でもそれも遠い未来じゃなくて未来が今現在にダイレクトに語りかけてきて現在を絶えず揺り動かすようなっていう、はい、今生きている人間を揺り動かすような未来からやってくる声っていうふうにそういうふうに捉えることができるんじゃないかなというふうに、はいなるほどはい、そういうふうに考えて未来学というタイトルを使ったんですね、はい、なるほどね、はいはい、あでもあの聖書的に未来って聞くと、多分黙示録の世界じゃないんですけど、いわゆる学校で終末論なんていう習う、まあ、すぐ先かもしれないけどでももう少し先なのかなっていう、はいはい、ぼんやりした、はい、あの未来を思い浮かべてしまいがちなんですけど、そんなことなくって、はい、あの明日も未来だったりするので、はい、そういうところからも響いてくる声というふうに受け取ってもいいんですかね、うん、あの未来っていうのはその聖書の表現でいうと神の国っていう表現がありますけれども、はい、でもイエスは神の国はあなた方の中にあるとも言っているので、はい、そうですよね、なんかこう遠いところにあるものには違いないんですけど、うん、同時に私たちの中にその種があるようなものっていうことですよね。そういう未来って言ったらいいんでしょうか、ね、絶えず現在にも入ってくるような未来ってそういうイメージですね。あ、そうかそうか、神様そう、はい、介入してくださるんですもんね、はい、いつもね、はいまあ、そういうイメージですね。うん、はい、なんかあの神学、未来学としての神学って伺うとすごく、あの
明るいって言ったら、はい、あのスペライ言葉なんですけども、はい、とってもなんかこう希望があるというか、はいはい、そういう感じがすごくしますね、はい、あ、そう取っていただけるとありがたいですね、はい、進学イコール難しいとか、はい、進学イコールちょっと面倒だとかっていう、はい、あのなんかそのイメージをすごく壊す、はい、はいはい、あの言葉だなと思いました、ね、あの未来学という言葉は実はバルトが使っている言葉ではなくて、はい、まあ、私のまあ思いつきというか造語ですので、はい、バルト自身がもし進学イコール未来学って言ったらちょっとバルトは機嫌を損ねる可能性があるんですけれども、うん、はい、それでもあえて言わせていただきますっていう感じで、うん、バルト先生すいません私のアイデアですけども、ってそういう感じですね、はい、あ、福島先生オリジナルの、はい、まあ、でも未来学という言葉は多分他の方も使っておられるかもしれないので、多分現代の人に割と分かりやすく響くかなと思いまして、うん、あのより学問的に言うと終末論という言葉になっちゃうんですけど、はいはい、終末論という言葉はいろいろ誤解を招きやすい言葉なので、それはちょっと避けてるんですね、はい、はい、あ、そうかそうか、そうですよね、はい、うん、あ、でもすごくなんかこうイメージがあの湧いてくる感じがしました、はい、私あの神学って神の学の方の神学って、イコールあの音楽にすごく似てるなっていつも思っていて、あの音符としては書き表すことができるんですけど、はい、音楽って音符通りじゃないの で、はいはい、で聖書って読んでても行間があったりとか、はいはい、あのいわゆる言語通りじゃない語りかけってすごく、あの神様の世界であるような気がしていて、はいはい、で音楽もあの譜面通りではないので、はい、すごくだからあの神学って音楽ってに近いなと思ってたんですけ ど、はい、なるほど、それも遠くから語りかけてきたりとか、はいはい、あの見えないところから降ってきたりとかするので、なんかすごく未来学としての神学とはちょっと音楽的な感じも、はい、あのすごくするなと思いました、はいはい、バルトはモーツァルト大好きなので、あのモーツァルトはもう神の声とは言いませんけれども、うん、なんかもう天国から響いてくる音楽だぐらいの勢いで、ものすごいモーツァルト大ファンの人ですので、この人も音楽的なところある人だと思います。あ、なるほどね、あ、すごくなんか福島先生のその、あの語りの世界もすごく音楽的だなと思いました。まあ、あのいろんな方に読んでいただきたいご本だと思いますけども、はいはい、特に、まあ、あのご著者の先生がどのような方にこの本をお勧めしたいと思ってらっしゃるでしょうか、うん、そうですね、はい、クリスチャンは人口の 1% 弱しかいないんですけれども、キリスト教に興味がある層っていうのはぐーっと広いと思います、はい、でそういう人たちにキリスト教の本質って何なのか、キリスト教が今日役に立つとしたらどんな点なのかと、うん、それからキリスト教を支えているキリスト教神学って何なのかということを伝えたいですね、はいはい、もちろんクリスチャンの方に読んでいただく分には構わないんですけども、うんうん、さらにその外側の方たちに届けたいなと思って悪戦苦闘したのがこの本ですね。クリスチャンの方はもちろんですけども、ちょっとキリスト教についてもうちょっと詳しく知りたいなって思ってる方とか、はいはい、あのカール・バルト先生は詳しくないけども、はい、あのキリスト教の神学について学びたいなというような方にも、ぜひおすすめの一冊ということですね、はいはいはい、教会の壁に関わりなく信仰の有無に関わりなく広く読んでいただけたらば一番嬉しいですね、はい、ね、もうでも未来学としての神学なので、すごくあのなんか先生のその語り口調っていうのが壁をこうイエス様じゃないとすり抜けるというか、はい、壁を超えてっていうか、はいはい、あのもうアウェイに行ってもどこに行ってもこう浸透していくような、はい、そんな感じがすごくしています。はい、じゃあ最後のご質問になってしまうんですけども、はい、先生の、まあ、これからのビジョンをあの、はい、お伺いしたいのと、はい、あと近いところでは2月の16日に、はい、先生のご講演があるということなので、はい、その辺のインフォメーションも含めて、はい、あのビジョンとインフォメーションとお願いいたします。はい、はい、まあ、この本は通過点だというふうに思っております、はい、まあ、私バルト研究者に分類されることが多いんですけれども、はい、バルト以外のこともいろいろ興味があります、うん、今大変興味があるのは地球環境の問題ですね、うん、地球生態系の問題にすごく興味があります、はい、で今あの21世紀という時代は人類と地球がまあ大転換 に差し掛かっている時期じゃないかなと思います、はい、前例のない大転換って言ったらいいんでしょうかね、うん、で悪い取り方をすると人類と生態系が滅亡していくカウントダウンが始まっていると思います、うん、はいはい、まあ、貧困が拡大し生態系が破壊し、うん、それから戦争の危機があり、うん、私この3つは三大カタストロフィーというふうに呼んでいますけども、はい、まあ、今の社会の仕組みが続くと本当にこれは滅亡モードだなというふうに思います、うんうん、でもこのピンチは同時に見方を変えるとチャンスでもあって、はい、人間が隣人と世界に対して新しい関係を作っていくための大転換のチャンスでもあると思うんですね、うんうん、はい、
でそれはキリスト教にとってなんか新たに21世紀に急に付け加わった課題ではなくて、はい、キリスト教がもともと持っていた力というかメッセージを21世紀にいよいよ蘇らせるという、うん、来るんじゃないかな、来たんじゃないかなというふうに私は思うんですね、はいはい。で人間はこれまで大きく2度の革命を経験してきたと思うんですけれども、はい、第一の革命は農耕革命だったというふうに思うんです、うん、それは農業を始めて食料生産が飛躍的に増大した時期、うん、それから第二の革命は産業革命で、はい、工業化によって生産力が爆発的に増大した時 で、うん、でそれとともにいろいろ貧困の拡大とか、うん、環境破壊とかそういう問題が起こってきたんですね、はい。ですから今21世紀に第3の革命が必要 で、うん、でそれは生産力を高める革命じゃなくて、人間が地球と隣人に対するまあ愛と連帯をもう一度取り戻すための革命ということが地球規模で起きる必要があるというふうに思っています、うん、はい。でそういう革命に地球人口の5分の1であるキリスト教徒が貢献できないはずがないと思うんですね、うん、はいはい。でキリスト教は自分自身の伝統とかまあ知恵に基づいてこの地球規模で必要な革命に多分参加することができると、それが多分キリスト教の21世紀の大きな意義なんじゃないかなというふうに思っています、うん、でキリスト教はイエスキリストっていうその自分自身の原点を持っているので、そこによって火をつけられてですね、はい、そこにモチベーションを与えられて地球の問題、うん、政治であれ社会であれ環境問題であれ、うん、そういうところに向かっていくことができるというふうに思っています。はい、はい。まあ、それが大きなビジョンですね、はい。まあ、そんなことを今年からいろんな形でやりたいなというふうに思っておりまして、はい、はい、5月からですね、はい、神保町の東京堂書店で、はい、未来のためのキリスト教についてのまあ連続講座を月1回でやりたいと思っております、はい。それから、11月の9日から10日にかけてですね、はい、長野県の八ヶ岳で、はい、エコロジーと神学の講座をやろうと思っております、うん、はい。俳優で八ヶ岳在住の日本野鳥の会の会長の八木博さんもお招きして、はいはい、まあ、自然を学ぶということと神がキリスト教を学ぶということを、うん、まあ、ミックスしたですね、はい、そういう一泊二日 の合宿兼ツアーみたいなのをやりたいというふうに、ちょっと楽しそうで、はい、勉強も学ぶこともできるし、はい、自然と親しむこともできるんですね、はいはい、そうですね。それは11月の9日から10日にかけてです、はい。それから、来たる2月16日にですね、はいはい、2月16日土曜日に文京区の西方町教会で、はい、大変著名なエコノミストの、浜典子さんをお招きして、はい、対談のイベントを行おうと思っております、うん。まあ、題して金と神、はい、経済学と神学の対話ということです、うん、はい。お金と神って何の関係があるの、うん、あるいは経済と信仰って何か関係あるの、うん、と思われるかもしれませんけれども、はい、実は深く結びついているってことで、うん、はい、クリスチャンも経済のことを学ぶ、はい、すごく意義ありますし、また経済だけに関心がある方もキリスト教からいろいろヒントを得ることができるって、はい、こうクロスするイベントにしたいなというふうに思っていて、はいはい、その本当にベストの、まあ、方として、カトリックの信徒でいらっしゃると同時に経済学者でいらっしゃる浜典子先生をお招きして、はい、いろんなお話をしたいというふうに思っております。はい、皆さんこれはですね、本当画期的な、はい、講演会だと思います。2月16日土曜日、入場料はたったの1000円でございまして、日本キリスト教団の、西方町教会が会場になっています、はい。ぜひぜひ皆さん、はい、浜先生にも会えますし、はい、また福島先生にも、生の福島先生会えますので、ぜひ皆さん足を運んでください、はい。今日は本当に貴重なお話をたくさん、はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは私たちはこれから、福島先生の生のお声で朗読をしていただきまして、本の旅を楽しみたいと思います。バルトは死の誘惑の暗闇の中に差し込む一条の光があると言います。それはあなたは生きていてよいというメッセージです。バルトはこのメッセージを神学的に次のように解き明かしています。あなたは生きなければならないではなく、あなたは生きていてよい。これは人間が他人にも自分にも語ることができず、神自らが語ったこと、そして今も繰り返し語ることなのである。誘惑の原因は常に神が語るのを人間が聞かないこと、そのような神の言葉が人間に聞こえなくなるというところにある。そのために人間を誘惑に引きずり込む道は常に律法の道、空虚で神なき表象となる。いわく生きなければならない、自分が自分が自分が生きようと欲する、かくして知ってか知らずか誘惑の中に、試みの中に落ちてしまうのである。孤独に、しかも尊大に。何がここで間違っているのか、福音によれば全体の前提が間違っているのである。
つまりあなたは生きなくてはいけないのでは全くない、あなたは生きていて良いのである、命はまさに神から贈られた自由である、生きようと欲することはこの許されたものが欲すること、この自由の中で欲することである。以上がバルトからの引用です。命を脅かし冒涜するあらゆる妨害や誘惑を貫き通す生きていて良いという根本的な許可、許しのメッセージを聞いてその通りだと受け入れることができるとき、人は自らを生きるに値しないと断罪して犠牲にすることから解放され始めるでしょう。自己肯定を回復する者は他者の存在を肯定し、他者とのつながりを回復して全く新しく生き始めるでしょう。このように見てくると福音が絵空事ではなく人間を変革する根本的な力を持つことが見えてきます。それは人間に全く無条件に送り届けられ、人間がそれに応答することを待つメッセージであると言えます。今週のブックスケッチです。カール・バルトのようなすごい神学者の方が没後50年ということで、実は私が生まれた1958年から10年経った68年に、バルト先生召されているということなんですね。で、福島先生はなんとその、1968年生まれでいらっしゃるということで、ちょうど私よりも10年も若い先生なんですけども、先ほど先生とお話をしていたら、いや僕が生まれた、1968年という、年代に亡くなった先生なので、ちょうどご自分のお年と、バルト先生が亡くなってからの50年間というのでね、すぐピンとこら、えて いらっしゃいました。そんなすごい方が20世紀に、生きておられて、キリスト教の神学の中に多くの、プレゼントを残してくださったということが大きなことだなとつくづく思っています。私は神学の世界は本当に、疎いんですけども、バルトのような先生が本当にペンと紙の前だけでじっとしていた方ではなくて、すごく行動をされていて、すごくパッションがあって、でチャーミングな先生だったということを今日伺って、なんか勇気づけられたというか、神学はすごく身近に感じました。そして難しい神学ではなくて、その未来学としての神学ということで、日常の中にある出来事から、それから明日からこれから先に起こる出来事から神様の言葉を聞くことができる、なんか知ることができるっていうのも、なんかキリスト教の神学が難しいもんではなくて、なんか身近に感じることができるんじゃないかななんて思います。ぜひ皆さん神学苦手だという方もですね、この福島先生のご本をぜひ手に取って、親しみを覚えて読んでいただきたいと思います。それではまた次回本の旅でお会いしましょう。ありがとうございました。